北陸地方に住むイーサンという男性が体験した話です。彼が一人暮らしを始めたその冬のことでした。ある日、家の近くを歩いていました。彼の足がふと止まったのは妙なものを見つけたからと言っても大したことではない。それは湯気でした。地面から湯気が立ち上っている。 それなら、湯気の出元、マンホールであったり、排水溝であったり、そこに温かいお湯が流れて湯気が上がるならわかるんですが、そんなものは見当たらない。平らなアスファルトの道路。なぜ湯気が上がっているのか、不思議に思えて足が止まった。ただ、すぐに想像がつきました。 おそらく地面の下にパイプか何かが通っていて、それのせいでアスファルト道路が温められて湯気が立ち上っているのだろう。理由はわかりましたが、せっかく足を止めたわけですから、なんとなく写真に収めようと思いました。携帯電話を取り出してカメラモードに切り替え、何枚かシャッターを切る。ところが、あれ、うまく映りませんでした。 肉眼でははっきり見えるのですが、かなり薄いようで、カメラのレンズでは捉えきれないらしい。近づいてみたり、離れてみたり、角度を変えてみたり、脇にあるマンションや民家を背景にしてみたり、いろいろ工夫を凝らして写真を撮っているうちに、こら、突然声をかけられた。見ればすぐ脇の民家の前に、おじいさんが立っていてこちらを見ている。何を撮ってるんだ 少し怒ったような口調でそう言われました。どうやら、角度を変えて写真を撮影しているうちに、自分の家を勝手に撮られているのではないかと勘違いされたようでした。言い訳をするのも長くなりそうだったので、すみませんと頭を下げてその場を去った。たかが湯気のことですから、イ、e、さんはすぐにそんな出来事を忘れてしまいました。 しかし、それからしばらくして、思わぬところで、湯気の話をすることになった。その日、E さんは友人が企画した大掛かりな飲み会に参加していました。大人数が集まって、知らない顔もたくさんいた。たまたま迎えに座った初対面の女性とおしゃべりをする。自己紹介がてら、どんな仕事をしているか、 どこに住んでいるかを話すと、偶然にもその女性、E さんが暮らしている場所からほど近いマンションに住んでいることが分かりました。詳しく話を聞いているうちに、あっと思い出したのが、彼女の住んでいるマンションというのは、以前、湯気の写真を撮ろうとしたそのちょうど前だということに気がついた。話の種になればと、 湯気の写真を撮ろうとしたら、おじいさんに勘違いされて怒られたという出来事を聞かせました。すると女性はぽつりと、私苦手なんですよねという。ああ、頑固そうなおじいさんでしたからね。彼女は、そうじゃないと言って首を振り、声を潜めてこんな話を始めた。今から数年前の冬。 ある夕方のことでした。彼女が暮らすマンションの前に人垣が,ができていました。なぜなら、マンションの上から男性が一人飛び降りたから。地面に激突した男性、大量に血を流していましたが、かろうじてまだ息があった。すぐに救急車が呼ばれました。集まったその人垣の中に、女性もいました。 倒れている男性の姿をまじまじと目撃することになる。今でも忘れられないのは、地面にぶつかり割れた頭から大量に血を噴き出す、その温かい血が、冷たい地面に触れて、もうもうと湯気が立ち込めていたこと。結局、男性は、助からなかったということでした。 それ以来、どういうわけか。男性が倒れていたあの場所に、冬になると、湯気だけが立ち上るのだという。<noise>